全然真ん中じゃない。ちょっと待ってくれ。え、ちょっと待って。エビってどっち取りだ？エビってこうだよね。何？風邪ひいてんだろ？寝てろよ。はい、あんして。あんだ、風邪しゃんな。ほら。やってきまーす。意外とうまくないか。マジで腹減ってきた。料理しよう。じゃあちょっと準備するわ。よいよ。ちょっと片付けないと。ちょっと待って、一回片付けないと。これで今日の食材さ、月一で行ってくれてさ、部屋の片付けの人に買ってきてもらったんだけど、イカのさばいてないやつ買ってきてくださいって言ったんだけど、これさばかれてるよね。もうガチガチに。さばきは次回になるかもしんない。はい、というわけでやっていきます。今日作っていくのは八宝菜。八宝菜だよ。ちょっとイカをさばくところがやりたかったんだけど、多分イカなかったんだろうね。これ冷凍のロールイカから、冷凍のロールイカちょっととりあえず解凍しとこう。解凍、順々にいきましょうか。作り方、白菜を一口大に切り、人参は短冊切りにする。一発目から上すぎないか。短冊切りってなんだよ。白菜と人参、白菜の一口大って適当でいいんだよな。まず洗うか。俺白菜の切り方わかんねえよ。白菜を切る、まあ、適当なサイズでいきましょう。俺が食いやすいサイズでいいよな。白菜結構多いイメージなんだよな。まあ、こんなもん。一人前。白菜と。人参を短冊切りにする。マジで関門なんだけど。なに？短冊切りって。ペペ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 。俺これ前、これで指ざっくりってことあるからな。俺が今までで一番でかい切り傷は、缶を開けようとしたんだよ。缶をこうやってあんじゃん。で、缶を開けるときに小指でこうやって支えちゃって、ピッていったときに、小指がそのまま缶のさ、開けるところに巻き込まれて骨まで見えたわ。深夜救急に行って縫ってもらった。こういうさ、際どいところをさ、切ると、縫うために、麻酔をするんだけど、うげえ、えぐいよ。麻酔、局所麻酔こう入れるんじゃないの。こっから入れんの。ピッて。上から入れんだぜ。バロータ。なんかクッキングっぽい曲ねえかな。パララッパッパッパッ、パララッパッパッパッ、パララッパ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 ッみたいな。ちょっと BGM 探そう。よし。短冊切りってなんだろうな。でもまあ、なんかイメージで言うと、こういうさ、全然真ん中じゃない。ちょっと待ってくれ。あれ？ずれたな。やべえ！取り返しがつかないことをした。もう一回行くか。オッケー。で、これで切っていけばいいんじゃない？うん。なんかこんなイメージだよな。悪くないべ。これをどんぐらい入れるって。まあいいか、これで。こんなもんだろう。次。豚肉は一口大に切る。エビは
尾を残して殻を剥き、背わたを取って洗う。マジか。どんぐらい？50グラム。でけえか、八方斎の肉、これは。八方斎の肉、これはでけえ気がするの。ちょっと半分に切ろう。繊維に逆らうように、あとで汁が染み込むように切ります。はい。何人前？ 2 人前一応。まあでも1人前に整えて作ってる。メニューにあんのは2人前。それを1人前に俺が工夫してる。料理人だから。それぐらいできる。いやー、エビは何これ？エビはマジでなんだ？エビは尾を残して殻を剥き、背わたを取って洗う。あ、取ってあんのかな、これ。あー、取ってないな、これ。とりあえず皮剥いてみるか。身がぐちゃぐちゃになっちゃうんだけど。背わたがなんだかわからないよ。これか？腹になんかあるけど。腹になんかあるよ。これだろ。あれ待てよ。エビからするとどっちが背なんだ？こっちが背な可能性がある。いやでもこっちは腹だよな。エビってこうなって。いやこれ腹だな。え、ちょっと待って。エビってどっち取りだ？エビってこうだよね。合ってる合ってる合ってる。なんかほら、こいつほら、腹にさ、いるのよ。取りましょう。あ、取った方がいいんだやっぱり。背わたは存在しないけどね。どの個体にも。どの個体にも背わたはなかった。もう身がぐちゃぐちゃになっていくんだけど大丈夫かしら？あなたたち。包丁を使うってどうやって包丁を使って取ればいいの？こうか？あ、このままこういう削りでいけんのかな？あ、削っていくんだ。違うな。ちぎれたな。あれ？まあ、こんなもんでしょうかね。お次！次のフェーズ！フライパンに、もうですか？フライパン？もうできそうだけど。早くね？視聴者にもらったフライパンもあるからな。今日は時間、自分のでいくわ。大さじ1杯、油。油！大さじ1杯！うち油ある？うちだ、油ある？ごま油で代用しましょう。何？あ、うん？違う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 、一個工程沿わしてるわ。あ、一回入れてないじゃん。危な。イカもまあ適当でいいだろう。なんかさ、八宝菜のさ、イカってさ、あれが入ってるイメージだよね。こういうやつ。ちっちゃいかな、ちっちゃいかな。まあこんなもんやろね。で、 A を入れるって書いてあるんだね。 A とは下味、キッコーマンの特選丸大豆醤油を1、酒1、おろし生姜3、醤油を小さじ1と料理酒を小さじ1。生姜おろすもんねえな。みじん切りにする？オッケー。こんなもんか。いいね。なんか一人分にしたら多い気がしてきたな。うまそう。お酒の匂いがちゃんとしてるわ。あれやるわ。あえええええ、よいしょ。次の工程見とくか。ん？間違ってんな。違うわ。肉系と野菜は別だ。これ炒めんの一気にじゃないわ。でまあ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 別に
まあ別に悪くはない、そんなに。まあ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 、この前母さんがさ、俺のさ、土手のさ、七人配信見ててさ、あの後家帰ってんだ俺、実家に久々に。母さんがやらせって言ってさ、リスナーとで撮ってんの。フライパン持ってくるリスナーありえるって言ってさ。まあそう見えるわな。違いは母さん、本当に来てるんだよって教えてて。で、C、片栗粉と水を、もう完成らしいけど、本当に？だって発泡剤簡単すぎたかもしんない。大さじ1と2分の1、大さじ1と2分の1、水も大さじ1と2分の1、これでとろみつくの？これさ、本当にとろみつく？大丈夫？うわー、ついてる！完成した。今日の料理配信早かったな。なんか俺のレベルが上がってくるからさ、普通に次のステップに行ってもいいかもしれない。八宝菜、サムネ撮っていい？ご飯あったっけな。フィルムを剥がして2分だって。皆さんちょっと2分お待ちください。ニンジンカチカチ？そんなことねえって。じゃあいいよ、だから今度やるよ。リスナー家に招待するわ、チャンネルポイントかなんかで、東京関東限定で。俺がお見舞いするよ、料理。俺の料理がうまいっていうところをちゃんと見せるわ。なんか言うて、やっぱ釈迦さんとかジャスとか、やっぱりちょっとエンタメがある。どうしても配信者だから。それ配信とか全く関係ない、もう健全な一市民に食べてもらいたい、俺は。その人からの美味しいって説得力があるから。視聴者5人ぐらい呼んで、やろう。スタミジャパン料理企画やるわ。納得いかないんだよね、いつもなんか。あんまり美味しくなさそうとかさ、ぐちゃぐちゃだとか言って。美味しいもんは美味しいんだって言ってんの。あちっ、ほっつ、危ねえ、ほっつ、何風邪ひいてんだろ、寝てろよ。味見待ってね、夫婦すっから。暑いの苦手じゃん、お前。いいよ。はい、あんして。あんだ、恥ずかしあんな。ほら。美味しかった？美味しかった？いただきます。ああ、普通にうめえこれはね、普通に美味しい。めっちゃ美味しいわ。うまい、うまい。まあ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 、からの1個や2個は入ってますよ、そりゃちょっと異物混入しましたけど、気にしないでください。料理ってそういうもんだから、たまに入るんだよ。マジで何がいいと思う、料理。難しすぎるとちょっと現実味がないとか、君たちもできてるかどうか分かんないじゃん。グラタン、お前センスいいかもな。グラタンが現実的じゃない、次のレベル。グラタン良くないか。ロールキャベツグラタンライン行こうか。今の俺ならいけそうな気がする。ごちそうさまでした。完食です。ごちそうさまでした。イージー料理でした。
ちょっと俺のレベルアップを感じてしまったね。包丁さばきもそうだったし、手際が素晴らしく良かったんで、まあ、異物は混入しましたけど、というわけで、スタミジャパンでした。料理配信またします。ちょっと外配信、料理配信のモチベーションが高いんで、バンバンやっていこうと思います。皆さん、じゃあね。じゃあな。